元気が大好き。こんにちは、サンロードの花園です。それでは今月もですね、マルキン食品さんの商品ご紹介していこうと思います。本日ご紹介する商品はですね、これから暑くなってきます夏にですね、とっても最適な商品です。本日ご紹介する商品はこちらになります。マルキン食品の痩せ麺です。こちらの痩せ麺ですけども、こんにゃく麺になります。まあ、こんにゃく麺だからですね、カロリー控えめなので、まあ、痩せるための麺、痩せ麺かなって思ってたんですけども、こちらですね、優しい生活を応援のですね、その頭文字を取ってですね、痩せ麺と名付けられたそうです。こちらの痩せ麺ですけれども、麺特有のですね、あのもちもちっとした歯触りをですね、再現するために、熊本県産の米粉を使用しまして、またこんにゃく粉はですね、国産のこんにゃく粉を使用して作られております。いくら低カロリーだからといっても、やっぱり美味しくないと意味ないですよね。今回もですね、マルキン食品さんにご協力いただきまして、こちら準備していただきました。こちらはですね、つけ麺風の野菜麺、それとこちらざるそば風のつけ麺です。それではまずはつけ麺風の方いただいてみようと思います。麺の方はですね、ほんとこんな色で中華麺そっくりですよね。それではいただきます。こちらの出汁もですね、商品についてるんですけども、こちらの出汁がですね、カツオやいりこなどの魚の風味がとっても効いておりまして、麺の方もですね、ツルツルしておりまして、とっても美味しいです。続きまして、こちらのですね、ざるそば風ちょっと試してみようと思います。麺の色はですね、ほんとそばの色してますよね。それではいただきます。ザルそば風の方はですね、ちょっとこんにゃくのですね、風味が感じられますけども、こちらもですね、ツルツルっとしてとっても食べやすくて、これからの暑い夏にですね、最適です。こちらの野菜麺つけ麺風はですね、こんにゃくの風味があまり感じられませんので、こんにゃくが苦手な方にもですね、もしかしたらいけるかもしれません。またこちらのですね、ざるそば風の方はですね、こんにゃくの風味が感じられますので、こんにゃく好きの方にはですね、たまらない一品かと思います。こちらの痩せ麺ですけども、加熱する必要がございませんので、そのままですね、軽く水洗いしていただくだけとですね、簡単にまた美味しくお召し上がりいただけます。ぜひですね、こちらのマルキン食品の痩せ麺一度お試しいただければと思います。来月は7月ですよね。7月と言いますと、7月10日何の日かご存知でしょうか。そうです、納豆の日です。ということで、来月7月はですね、納豆の新商品が出ますので、そちらをですね、ご紹介しようと思います。ご視聴いただきましてありがとうございました。よろしければグッドボタン、あとチャンネル登録お願いいたします。まだこちらとこちらの動画もですね、よろしければご覧いただければと思います。コメントやですね、 LINE アットマークでのコメントもお待ちいたしております。それではだんだんなー